フォアボール2つを与えたところでクラークの先発山中が降板して、その後満塁のチャンス、辻田から1番の黒田のタイムリー内野安打、ちょっと一塁手のベースカバーが遅れました。さらに2アウト満塁で2番の中上が勝ち越しタイムリーヒット、2対1と1点を奪います、リードします。3回表のクラークワンアウト三塁のチャンスで3番の藤野がバッターボックスに入ります。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。パソコンの方は右下に、スマホの方は下側にチャンネル登録ボタンがあります。また評価をしていただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。